実は私、精神修行が目的で来日してまして、自らの煩悩と戦おうと決めていたのです。煩悩が刺激され、私は毎日ドキドキムラムラしっぱなし。私はこの出会いに運命を感じました。できれば一生を共に歩みたいと考えています。取り調べを続けます。なぜかしら、お顔が真っ赤ですわ。そこまでお怒りに。違うです。呼びました。何やら楽しそうな。一体どんなお楽しみ。これは一体こう、みんな混ざっちゃいます。もちろん。